勝ち。よっしゃ、勝ったぞー。よっしゃ、勝ったな、ダン。ナイス。オッケー、ありがとうございます。肩車ありがとうございます。いやいやいや、少しでもね、ダンのダメージというかね、疲れがないの、俺は肩車してみるしたから。ありがとうございます。いや、5月6日、はい、マギストラルもあるからな。クロスラインもあれば、パワーボンもある、レスバレーも、あー、何でもやるの、隙がないよ、隙が完璧だ。ガオラは絶対取ります。おし、頑張れ。ただ、お前昨日、俺一人で食事したんだよ。あ、誘ったのに、してくれなかったから一人で。いや、寂しくさ、ご飯飲んで。すみません。いや、今日はな、サービスエリアで一緒に飲んだから。そうですね。よし、5月6日、サイナスもぶん投げてやるからな。どんなでかくても関係ねえ、ぶん投げて、足首決めて、終わりだよ。ガオラ取るぞー。ガオラ TV の前哨戦、負けたよ。でも、俺が今、一番大事に思ってるのは、世界ジュニア。次、5月6日、後楽園ホール、カズハヤシと初めての前哨戦だね。最初で最後の前哨戦だけど、前哨戦も勝たせてもらうし、もちろんベルトも守らせてもらう。だってそれがカズハヤシをレスラーとしてしっかり終わらせてあげる一番いい答えだと思うから、カズハヤシ、みんな楽しみにしてね。レッツバック。カイザー、こっち来んな。お前フルチンで出てきたら、カイザーっつってんだ。お前フルチンで出てきたらどうなるか分かってんだろうな。カイザー、あ、おい、カイザー、お前の人生終わるぞ。カイザー、こっち来んな。お前さっさとどっか行け、バカ。お前来んな、お前。いいんだな、フルチンだぞ、お前。いいんだな、フルチンだぞ、今のお前は。表に出てきたら終わりだぞ、人生。おめえのチンコ全世界に映さない。お前トラー、いっていって、あいつバカじゃねえか。お前絶対チンコ映ってるぞ今の。お前でもあいつのチンコちっちゃいから映ってねえか。ああ、お前とりあえずあんな、あいつと久しぶりに行くんだろ。もう一個もうまくいかない。あのバカ、クソロンゲ、タコ。あいつなんかもう、どっか行っちまえよ、さっさと。もう一回アメリカ行ってこい、ボゲロンゲがよ。田村ダンとお前、しっかりできたらほんと最後のちょっとだよ。あさってお前タイトルマッチなのによ。まあだけど、今日はたまたま油断しただけで。あのねやろ、次はタイトルマッチだな。必ず俺が、ありとあらゆる手を使ってなんてことは言わねえけどな、俺の持てる全てを出してこのベルト防衛してやるからな、この野郎。てめえらよく見とけ、この野郎。ああ、あ、すいません、すいません。あの、また、はい、あの、佐藤光選手からまた、はい、お手紙いただいてますんで、自分が代読させていただきます。今日は何、おい武蔵、和風なリングネームと和風なコスチュームなのに入場曲はバリバリのパンクロックなこと、死んでもやめんじゃねえぞ。では第1問、そろそろチャンピオンカーニバルも終盤戦ですが、この期間で全日本ジュニアの中で武蔵が残したものとは。残したもの、そうだな、残したもの、くそ、ちょっと待ってよ。10、ちょっと待って、9、これすんな、おい待て、8、おい今試合後だぞ俺は。7、おい試合後にさ、いろいろ聞かれてもすぐ出てこないだろ。おい、6、ああ、これからいろいろ残してやるよ、この野郎。おい、え、満足したか佐藤光、おい、その答えに。なんか言ってよ。多分終わりだ。
34秒、サイラスの勝ち。おお、なんだあの怪物は。セコンド、なんかお前サイラスに荒れられてたけど、なんかやったのか。まあちょっと追い出しちゃった感じだけど、今日熊嵐も負けたけど、俺のチャンピオンカーニバルもヤバかったけど、ああ関係ない、北斗君はな、まだ始まってないんだ。大手なめんなよ。担げたけど勝てなかった。大丈夫、うわ、やばい、逃げろ、おい、逃げろ。The carnival might be over for me, but as I stated yesterday, I'm going through every single damn body and I'm going to destroy every one of them. Ah! Come on! まあ、あくまでアヤベレンはアヤベレンだから、うん、まあ次だ、次あさってチャンピオンカーニバル後楽園最終戦、うん、黒潮東京ジャパン、うん、あいつぶっ潰して最後チャンピオンカーニバル綺麗に終わってやるから、みんな後楽園ホールに集合だ。一つだけ気がかりなことがあるんですよ。一応まだ優勝の可能性はあるとはいえ、ね、限りなくゼロに近いっていうことが判明したんですよ。もうね、本当に限りなくゼロに近い。次仮に大森北斗をちょちょいとやっつけたとしても、次の僕勝ち点10点になるわけでしょ。でももうすでにスミスと大将は10点10点で、仮に2人が引き分けたとしても俺届かないんですよね。だからもう最後に神頼みしたいと思います。スミスと大将がその辺の落ちてるものを食べてお腹下して後楽園大会欠場しますように。 Great to share the pro wrestling ring tonight with Omori. 30 years ago, Omori was one of Dynamite Kid's last tag team matches right here in All Japan against Johnny Smith with Osako. But tonight we were victorious. Over 30 years later, I share the ring with him, and I got to share the ring with you, Miyahara. Except you kept running away from me. Every time I got tagged in, you were running for the streets of Japan over here, trying to run and go all the way back to Tokyo, because you're scared of David Boy Smith Jr., because you know your time is coming up. The day after tomorrow, Champion Carnival, me and you, Miyahara, we finally get to meet in the middle of the ring. And when I get you in the middle of the ring, I'm going to break you in two. And if you don't got it, get it. And if you don't get it, figure it out. さあ、デイビー・ボイス・スミス・ジュニア。いよいよ、day after tomorrow、あさってだな。俺は今、A ブロック、勝ち点10。さあ、5月の6日、後楽園ホールが、プロレスの熱で、俺が必ず、優勝決定戦の舞台を、掴み取る。
Kenna. Yes! It was a little bit of a rough start off the blocks, but if they started that tournament yesterday, well, maybe I could win. Maybe I could win the whole damn thing. You know, I was a little bit rusty. Rear end was up on blocks. I need a crank start every morning, but I still do that job. I come out here, and I give my best. I feel as if this is just the start. This is the start in all Japan. And Jackson will prove he is always number one. Damn it!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  This isn't how this was supposed to go. This wasn't supposed to be how my run in the Champion Carnival ended. Damn it! Yeah, it's okay. You know, I came all the way across the world to Japan to prove to all the naysayers, to everyone who's ever doubted me, that I belong here. And I think I did just that. My run in the carnival may have come to an end, but I've still got Cork and Hall, and I still got Yokohama Buntai to prove that I belong here. And I'll be damned if I let that opportunity slip me by. You haven't seen the last of me, that's for damn sure. おい、今日の斉藤玲の負けはあいつにとってめちゃくちゃ痛いんじゃないか。俺はもう次に向けて動くぞ。何があった？今日俺は勝つはずだった。本田やるじゃねえか。おい、チャンピオンカーニバル、まだ残りのはブロックの連中の試合がある。まだ終わっちゃいねえぜ。まだだ。Thank you.
返されたとしたら、まあ、何か次逆転のチャンスをつかませるぐらいであれば、まあ、そのまま痛めてたので動けないようにした上で3ミッションかけるのが一番いいと思ったんですけど、まあ、やっぱりさすが一回ねブレイクされそうになったけど、うん、なんとか、やっぱジャンピング2があれば引きましたね。どっかの試合で見たけど、やっぱりしっかりこう顎というか首というか脳を捉えるというか、うん、見た目よりもやっぱりなんだ今の方が強いのかな、うん、でも痛めたおかげでそうして彼の技が弱まったので、その分勝てました。三冠王者に勝ったっていうことは、はい、その先を狙うわけですか。目指すというか、あのこれほど分かりやすいアピールはないと思うので、 あとは三冠チャンピオンがどう判断するか、全日本プロレス PWF かどう判断するのか、僕は待ちますよ。ここまでやったからあと何も言う必要ないです、はい、待ってます PWF、さあ帰るぞ。優勝決定戦狙える位置にいて、自分の手で自分のギブアップで、その望みを、くそ、でもまだこの最後のメインイベントの結果次第じゃまだ本当にごくわずか 1% でも残ってるんだよな。俺はこんな膝がこの後どうなろうと、もしまだチャンスがあるんなら本気で掴み行くぞ。Ah!
全日本プロレス TV 月額900円。全日本プロレス見るなら
全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、 VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応、試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。